8月22日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは堀潤ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか 今週は辛坊治郎さんが夏休みのため素敵なスケッタパーソナリティの方とともにお送りしています。火曜日は本当にいつもありがとうございます。旧ツイッター X をチェックされながら番組を進行されるというね、堀潤さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますますほにねも。う昨日の時点からもうハッシュタグ辛坊治郎ズーム見ていて、なんだ堀潤かっていうね。そんなことない。なんだ明日は堀潤。 かって書いてありまして <laughs> いやいやありがとうございますと思って今開いてみたらね今日期待してますよって応援のコメントもいただいてきひろさんありがとうございますいでももう SNS もあれですね <laughs> ななかなかですねツイッターからこう X になって<え>、えー、どうなっていくんだ<え>まあでもこれ方向としてはもう間違いなく、はい、いわゆるこうスーパーアプリっていう方向になっていのこのアプリがあればいわゆるこう買い物も決済も資金の運用も,<ー>もうそしてつながりもコミュニケーションも何でもかんでもその中に全部放り込んじゃえっていうことでたい。 そうだから、まあ、イーロン・マスク氏が、ね、描いている世界っていうのは、ね、まあちょっと僕らがまだ想像できていないような、うん、まあ一つのあらゆる情報が集約されていくような世界観ですよ、ね、なんかでもちょっと期待もできますけど、うん、少し怖いような感じも、ね、<laughs> あったりしますよねで今、あのー、ねそれこそツイッター改め X 見ていたら、えー、な保険証の問題とかも取り上げてくれるのかなとかありましたけど、はい、まあ結構僕は。あのー マイナンバー保険証の現場の取材をしているとあ国はそういうことを考えているのかっていうのを直接機会聞く機会が霞が関の方からあってとにかく今なんとかペイとか含めて、まあ、そのスーパーアプリ X とかもそうですけど外国の企業がとにかく日本人の決済データー、えー、コミュニケーションデータはい、はい、買い物のデータ あらゆるデータを持っていくと、ですからマイナーシステムを、まあ稼働させて。 日本産のデジタル基盤をきちんと整備してその日本産のデジタル基盤の上で、まあ、民間がさ、えー、まざまなサービスを展開する、うん、なんとか情報は国内で囲っておかないと、うん、それこそそこの他の国々が日本のまあ資産をどん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 食っていくっていうそういう意識もあってなんですかそうなんですよだからいや今本当にまに五輪の問題とかもあって。ね プレイヤーがね変わわったわけですよ今までだったら電白がいたところを気付いてみれば外資系のコンサルタントが結構日本の公共事業とかこうガンガン取りに行ってるような時代で、えー、そういうね危機感がやっぱりあるみたいですねなるほど、えー、で今日特にこの後またお話しさせていただこうかなと思っているやっぱ中国の存在、はいうん、ちょうど今リアルタイムであのブリックス首脳会議っていうのが今日から始まりまして。はい 今までだと、まあ、ブラジルとかロシア、うんえー、そして南アフリカ中国インドこれの5か国が「あなんかやってるね<い>成長してきてるね<い>ブリックスみたいな目線で, <laughs> で、ね、報道されてましたけどはい、はい、我々が目を離している隙に<い>ブリックスはさらにここに23か国が加わろうとしていてですね<ー>世界最大規模のアライアンスを作り今今回打ち出しているのがもう俺たちは米を米ドルを使って。うん 貿易するのをやめないか。えー、俺たちが結託すればいろいろできるぜっていうような話を今してる最中なんですよ。えー、もうリアルにそういう感じになっちゃってるんですか、はい。とにかくね、僕もさっきリツイートしましたけど、はいはい、もしあの X をね、あのツイッターを開きながら見ている人がいたら、僕のツイッター見てみてください。えー、あのブリックスの公式のサイトをリツイートしてます。はい、ひたすら新しい貨幣の創設。は それについてあの発信してますんで石油3カ国が加わろうとしていますのでうもうもし原油取引したいんだったら、はい、ブリックス通貨でやろうぜっていうようなことをこれから打ち出していくようなんですね、えー、後ほどまた詳しくお話しできるそうですねそのあたりも今日はたっぷりと伺っていきたいと思いますが あまあそんなお話もね、皆さんの S. N. S. から、こう着想を経て。ええ。お話ししてますので、今日もね、どんどん寄せていただければ、リアルタイムで。そ,そうですね。はい、もう本当ね、堀潤さんいつもあの、片手に、左手にスマホを持って、はい、目線はスマホとね。ちょっとこう前と行ったり来たりって感じでいつも、あれ両手、ね。先やばいんですよ。などうしたの?。<laughs> 両方スマホを見てるっていう <laughs> え。これは使い分けはあるんですかなんか。これですかこっちで S. N. S. で情報。 見ながらこっちでやり取りして。 こっちで翻訳をかけてこっちで AI で何かを調べるみたいな。なんかすごい両手使あの勝手に小室哲哉さん両方こうやってキーボード弾いてたじゃないですかあれも昔よく真似してましたけれどもそういうイメージで今日もいろいろね駆使して皆さんとつながって今日もお送りしていきますのでねよろしくお願いいたします。 じゃあ株と為替お伝えしていきましょうかね、はい、今日の東京株式市場日経平均株価続進しました昨日と比べて291円7000高い31856円71銭で取引を終えました前日のアメリカ株式市場でハイテク株が上昇し東京市場でも半導体関連株が牽引役となりました で為替相場は現在1ドル146円ちょうど付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと60銭ほど円安になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台にズームする話題は内戦が続くスーダンイエメンと日本の政府安全保障能力強化支援 日本国際ボランティアセンターの代表理事今井隆さんにお話を伺っていきますで5時代は今お話にもありましたけれどもねブリックス首脳会議今日から開催というニュースにズームしていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますメールで送ってくださる方は z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコムで急 twitter x で参加される方 <laughs> ハッシュタグ感じで辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいでいつもね番組のエンディングでお届けいたしますズームをミュージックリクエスト今日 お休みになります代わりにですね堀潤さんが一曲好きな曲を選んでいただきましてそれをお書けするというあの選曲の理由もね明確にしていただいてエンディングまでにちょっと考えてください楽しみにしておりますすごいたくさん皆さんからあのなんだじゃないですよなんじゃじゃないよっていう声を皆さんいただいていましてあと先ほどの小室哲也さんのたとえスーパーフーさんたとえが昭和ですねって <laughs> ちょっとね、<laughs> <の>私たちではすごいわかりやすいんですけど、ーーとってもね。はい、はい、まあ、こんな感じでお送りしていきます。五時半までお付き合いください。この後は、昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。堀潤さんとお送りしています。日本放送ズームそこまで言うか。 ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。政府は今日東京電力福島第一原発の処理水をめぐる。関係閣僚会議を官邸で開き。海洋放出に向けた作業をあさって二十四日に開始する方針を決定しました。 アメリカのバイデン大統領は、昨日ハワイ・マウイ島を訪れ、死者114人に上る山火事の被災地を視察しました。この危機を乗り切るのに、どれだけ長くかかろうとも、我々はあなたたちと共にいると演説し、支援を続けると表明しました。壊滅的被害を受けた観光地ラハイナでは捜索が続いており、ハワイ州の知事によりますと、行方不明は1050人に上っています。 海上保安庁は今日北朝鮮から人工衛星を24日から31日の間に発射するとの通報があったと発表しました今年5月に失敗した軍事偵察衛星の再発射とみられています A 剤がアメリカの製薬大手バイオジェンと共同開発したアルツハイマー型認知症治療薬レカネマブが昨日厚生労働省の専門部会で了承されました認知症の進行を抑える効果が認められた初めての薬となります中米のグアテマラで20日大統領選挙の決戦投票が投開票され アレバロ元大統領の息子で中道左派の新興政党セミージャ運動のベルナルド・アレバロ元外務次官が当選を確実にしましたグアテマラは台湾と外交関係を持っていますがアレバロ氏は台湾との関係維持を表明する一方貿易拡大に向けて中国に接近する方針を示しています カンボジアの会員は、今日40年近く首相を務めたフンセン氏の後継として、長男フン・マネット氏を選任し、世襲による新内閣を承認します。フンセン氏一族らによる政権の私物化への批判が高まる見込みです。自民党は今日フランス研修中に撮影した写真が投稿先の… 投稿先の SNS 上で観光旅行のようだと批判された松川類女性局長が提出した辞表を受理しました。日本大学アメリカンフットボール部の寮で覚せい剤と対魔を所持したとして逮捕された部員が、他の部員も対話に関わっていたと供述していることが、今日捜査関係者への取材でわかりました。 また、大麻を販売目的で所持したとして2度逮捕された東京農業大学ボクシング部の男子部員が合成麻薬 LSD を販売目的で所持したとして再逮捕されました。さあずらっとご紹介いたたししましたけれども。 いや本当にどれも気になるニュースばかりなんですけれども、はい、まあ実際にまあ現場で取材をした実感からお話ができるところからいこうかと思うんですけどやはりこう処理水の問題ですよね。はいうん、まあ第一原発の敷地って本当に幸運なことにあの空きがあったんですよね。うん あの切り開いてタンクを設置できるだけの、まあ、余力があったから今、まあ、溜め込んだ処理水を保管ができる場所がある、はい、もうそれが限界に近づいてきている、うん、なので廃炉を優先するにはこうした問題を早くクリアしなきゃいけないと。ただこの議論って もう10年以上前から始まってるんですよね僕が取材を始めた当時処理数に関してアイリットっていう組織が立ち上がりまして、はい、これはまあ電力会社や経産省などが中心になって立ち上げた組織でそこには技術を持ったそれぞれの企業が、まあ、国内外問わず参入してほしいと。はい で必ずこの処理水は溜まっていくことになるからいろんな方法で処理する方法を考えてほしいんだともう自分たちだけでは、まあ、ある意味もう限界があるのでってでその時に本当いろんなあの中小を含めた会社の皆さんが説明会に来ていて何、えーうん、でもっと早く言ってくれなかったのかなって。 っていう声をたたくさんん聞いたんですようちの技術があればタンク一つだってこういう構造ができるしうちの技術があれば処理水の問題ってこういうような処理の在り方提案できるのになと、えー、で僕はそれを聞いていた時にあよかったったたなと思んですよこれまでやはりこう原子力の業界って、まあ、ある程度こう囲われた中でね、えー、村みたいにして言われることもあってなんか新規参入が難しかったりとか透明性がないとか言われていたけれども、はい、あ原子力災害 これをみんなで乗り越えるために開かれた場になるんだって思ったんですけど、まあ、最終的に本質的には構造変わらなかったなと。でその時に今でも忘れられないのがですね、はい、東京電力あの説明でこの処理水の方法にはいろんなオプションがありましてと。3マイル 原発が事故を起こした後にやはり同じようにこの処理水をどうするのかっていうのが問題になったんですとで最終的には3、えー、マイルではあの蒸発させましたと、うん、へえって思って聞いていてやっぱり現場見たくなったんでその後行ったんですね、はいえー、ペンシルベニアにある3マイルまで。スリーマイル東原発って 聞くとなんか島があるからなんか海とかに浮かんでるのかなと思いきや実は中州なんですねです、はい、川の中州にまあ建設された原発で、はい、まあその原発が1970年代後半にやはりメルトダウンをしてしまって、はい、でアメリカの原子力災害史上最悪規模の事故を引き起こしたと、はい、で実際にまあ当時も処理水に関しては科学的に安全だというふうな結論が出たんですね。はい えー、しかし川ですからじゃ川に流すのかという話になり周辺住民からはやはりそこはやめてほしいと、うんえー、飲み水を採取したり生活用水を取水したりするのにかかわらずそこでいくら安全だと言われてもそれは受け入れられないんだという声も上がり最終的に長い時間をかけて、まあ、大気中に放出していくという、まあ、そうしたすべが取られたんですね。うんうん で僕が訪ねたのはそこからまあ約35年余りたった現場だったわけですけれども、えー、非常に学びが強かったんですよ、はい、現場に行くとスリーマイル・アイランド・アラートっていうあのグループがものすごく細かくモニタリングポストを設置していて、えー、何かスリーマイルに異変が発生したら、はい、直ちに住民に知らせると。 <で>えー、そしてまあ行政とはもちろん電力会社とももちろん協業関係を築いていて、えー、まあいかに速やかにその原発の状況を知らせるのかっていうコミュニケーションを取っていた、はい、でかつやっぱり地域の方々あのお野菜を、ね、販売しているお野菜屋さんとかにも行ってお話聞いて風評、えー、被害とか大丈夫だったんですかって言って「風評被害ないよ」と「えー、なんでですか?えー」 日本はそういうのに困ってるんですけれどもって聞いたらいややっぱり情報が共有されるし何かあったら黙ってたらそれは批判の対象になると。えー だから私たちはやっぱりそういう中で共有しているから信頼があって信頼があるから我々ここで何のまあ問題もなく物を売ることもできるしえ畑で栽培をしたりとかもできるんだと、えー、もし何かあったらほら見てみろ俺元気だろって言われて元気じゃなかったらそりゃ風評被害、うん、確かになんか安全安心ちょっと心配ですね、えー、なっ 元気だろうって言われて、えー、<laughs> だから本当に科学的に安全だということと、えー、安心っていうのはいかに地域の方々や当事者の人たちが情報を速やかに共有できるかということだと思うんですね。その体制が、ああ今本当に敷かれてるのかというと、えー、この土壇場でですよ。全業連の方が、えー、いや我々は基本的には反対なんですと、科学的に安全だというのは。えー 説明も受けて分かったけれども、ええ、でも何かあった時にどう対処してくれるんですか反対なんですっていう、うん、この土壇場でこのこうそう、ね、いうことを言わせてしまう、うんうん、この十数年は何だったんだ、うん、もっとね時間をかけてこう情報共有をしてって言ってもきっとあったでしょうねそうなんですよ、うん、でもう一つスリーマイルの原発の現場だけじゃなくてあの3 えー、サンディエゴだったかな。えー、カリフォルニアにサオノフレ原発っていう原発がトラブルを起こしていて、はい、でその原発も取材したんですよ。あの水が漏れちゃったっていうで原発を停止して。 で安全が確認されるまでは再稼働しないっていう。はい、ただしもう電力会社はもう早くあの原発を稼働させないと電気代も上がる一方だし、うん、そもそもブラックアウトの可能性もあるから、うん、もう大丈夫だからって言って早く運転をさせてくれっていうところが地域住民の皆さんからも同じですよね。うん、いやいやいくらメーカーや電力会社が安全だと言っても、うん、安心かどうかわからないんだと。うんうん、でアメリカはそのカリフォルニアで何が行われるかっていうとじゃあこれから パブリックミーティングを開きますすって<い>何ですかともう働いてる人労働組合ですね、えー、で住民、えー、で電力会社の人で自治体の人でそして、えー、地域の、まあ、活動している NGO とか市民グループ、えー、さらにそこにインターネットを結んであの全く関係ないけど 参加でできる人、はいはい、で学者日本の原発メーカーが関わってたので、うん、日本からも来てましたよ、えー、メーカーが。その人たちが集まってプレゼンするんですよ「はい、私たちの立場から言いたいことはこれです」って言って「これを改善してもらいたいです」じゃあ次って「じゃあ私たち科学者の立場から分析したプレゼンをします」って言って。はいはい なんか半日ぐらいかけてみんなそれぞれの立場からプレゼンをしてでファシリテーターの人が「はいえ今日のプレゼンの中で浮かび上がってきた疑問点はこれとこれとこれとこれこれ決着続いてないから第2回ではそれについての今度は改善点を出し合ってくださいまた集合します」って。でそれを まあ1年近くやるんですよ時間か、ね、で最終的にじゃあみんなでどうするって話になって決めるんですね、はい、最終的にそのサオノフルの原発を廃炉っていう選択になったんですけどね、えー、要は決定されたものをもうどうにもならない決定を説明をして理解をしろっていう話と決定に関わって どうなるかわかんないけどそれぞれのみんなの意見を決めかえ、うん、聞いてから決めようっていうのは全然違うじゃないですか説得されてただ一方的に、ね、受け入れるんじゃない、ね、そうなんですよだからこの問題は非常に象徴的なのは今はあくまでも決定のプロセスには関わらせないその代わり理解はしてもらうよろしいですねじゃないと全体の廃炉が進まないんですそれは本意じゃないでしょう賠償金保証金も用意しました飲んでくださいって まあそれはなかなか理不尽じゃないかなってやっぱり思うんですよね。えー、でまあ最新の情報どうかなということで僕も今週改めてあの浜通りに行ってまた行かれるですねんいろいろ聞いてみたいなと思ってますね。はい、他にもいろいろありましたけどまだ喋ってていいんですかい。 素晴らしいですね。結構喋ったなと思いましたけど。<laughs> あのほら辛坊さんの場合オープニングトークが長すぎるから、ね、か <laughs> 僕短い時ですけど <laughs> 今日も、ね、大丈夫ですよ。<laughs> いやでも辛坊さん本当にあの、うん、朝のね僕やっている番組には最近、ね、ゲストで来ていただいてるんですけど、うん、もう。 本当にあの助かってますいやもう辛坊さんもなんかね、うん、すごくあの非常にあの前向きにというかれてらっしゃる様子がのこの間でも自衛隊のスーダンに退避した、ええ、まあ残った邦人を退避させるのに自衛隊が出動した時にジプチにからまあ自衛隊が救助に向かったっていや辛坊さんこのジプチの存在ですけどね自衛隊の基地のあ,あ行ったことあるよ。 ってあそうですかってやっぱりそういう生の声がね聞こえるっていうのはう、ね、本当ありがたいなと、うん、でその生の声で言うと僕はねやっぱりこの大麻の問題、はい、これも教育のあり方とか情報発信の在り方とかってもう一回、ね、線引きした方がいいなと思ってるんです。うん あまりにも丸いあまりにも偏った情報だけが一方的に日本に入ってきていて例えばヨーロッパでは「まるの国は昔から合法なんだ」とかアメリカでも最近住民投票の結果カリフォルニアでも嗜好品の大麻が吸えるようになったんだとかいやタバコに比べるとこうですねとか、はい、まあいろんな原説飛び交ってるじゃないですか。はいうん 僕はアメリカに行ってる時にアナハイムっていう町で毎年あるのマリファナサミットっていうのが開かれてこれ何のサミットと思うじゃないですか日本人的感覚で言うとえ大丈夫なのアンダーグラウンドなの全然違ってもう向こうではちょうどグリーンラッシュ と呼ばれていていタイマーをベースにしたさまざまなビジネスっていうのが旺盛なんですね特にベンチャーの分野ではテクノロジーを駆使してデジタルの力を使って体にあまり負担をかけない特に精神的な作用が強すぎない大麻の成分の調整みたいなことを まあしっかりとやってその人に合わせて処方するっていうようなそういったこう今時のサービスとかであの投資を集めたりとかもしててでそれは何を言ってるかっていうと解禁されているっていう地域でも精神作用が強すぎる成分に関してはちゃんとコントロールしないと依存性もあるしかえって本来求めていたような快適な暮らしとは程遠いものが生まれるぞと。 だからちゃんと科学的に分析をして安全っていうのを証拠に基づいて技術を使ってコントロールしていきましょうということをやっているだからすごく詳しいんですよねあここまではやっちゃいけないよねとかこれだったら自分にとってはこういう使い方ができるんだよねとかでも日本ではやはりこの対魔の話っていうのは あんまり公の場でそんなに簡単にするもんじゃないなぜなら違法だから僕もそう思いますうん、うん、でこれがゲートドラッグといってその後に覚醒剤であったりとかり、ね、ハードドラッグにつながっていくことももちろんあるから、はいうん、ただしかといって何にも知らないで何にも議論しないでただ流れてくる印象だけで大丈夫なんじゃないかって思わせる教育のあり方は変えないと本当に守るべき人を守れない。うんうんうん なんか性教育の現場と似てるな。ああ<ー>、うん、なるほどね。はいはいはい。性教育ももちろんそのアメリカでも保守的なあの考え方に基づくと。はい、知らせると、まあかえって奔放になるから、知らせないんだみたいな。はい <laughs> 僕はそううじゃないと思うちゃんと分かった上でね、はい、それを自分で理解してね、ね行動を取るっていうことがね現状では海外で解禁されているからといって、所持しているのが<ー>あは日本の国内法が適用されるので、皆さん、そこはもう勘違いしないようにう、ね、ということででですすお時間です、はい、ズームフラッシュでした8月22日火曜日、時刻は午後4時3分を回りました。 東京有楽町日本放送第三スタジオから堀潤と増山さやかでお送りしています写真坊さん夏休みウィークのズームそこまで言うか今日は堀潤さんとお送りしております、はい、いやーなんかやっぱテンション上がりますよね日本放送でこうやってねいやそりゃそうですよへえ。へー,<笑><笑>へーいやそうですよそりゃそ,そうですよ本当に光栄なことです、まあ、とさらに上げていただいて今日は、はあ、僕の中での夏休みみたいな感じなんで <laughs> テンションの上がり具合が。そういう感じでね、<laughs> あの来ていただけるの嬉しいですね。ねはい、そうなんですよ。うん、もう相変わらず S. N. S. もたくさん。雨なんか降ってないって言ってたのに、雨降ってきたとかね。<laughs> <laughs> いや、すごい降りましたよね。<laughs> 大丈夫でした。そう,そ,うそう、あのざっと降りましたよね。はい 怖いですね虫々、うん、ベタベタするとかね今日の湿度はすごい、えー、ありがとうございます,、うん、いますそれってお高いんでしょうさん読んでますよ、はい、<laughs> でねそんな中質問がメールでこちらいただいているんですが、はい、札幌市から49歳 TL125 さんなんですが、はい、質問ですはい パソコン1台でできそうなことをスマホ2台でされているのは移動中でもさっとできるという移動性を重視されているんでしょうか、はい、令和のデジタル型聖徳太子と言いたいところですが,がす <laughs> 確かにあの頃の小室哲哉さんの方がかっこいいですねお気持ちすごく分かります。<laughs> <と>まああのー スタジオにいる皆さんお気づきだと思いますけどスマホもあるんですけどそんなにパソコンも開いていてますす <laughs> そうなんですよ、はい、だから、まあ、都合3台の画面を見て、ね、それがですね、はい、最近あのチャット GPT とかはい、はい、AI が充実してるじゃないですか,はい、はい、か基本 AI のアプリで何かを、まあ、調べたりするんですけど、はい、海外ニュースを得るのにものすごく便利な時代になりまして、はい、僕普段ん SN SNS はテレグラムっていう SNS を使ってるんですね。はい テレグラムって本当に僕らがあんまり見たこともないような現地のローカルメディアの発信がすごい盛んなんですよ<ら>アラビア語とかそれこそウクライナ語とか現地発信なんですね、えー、で、あんまりマスメディア媒体に乗ってこないでもそれテレグラムは自動翻訳の機能がついていて全部英語に整えてくれるんですよ、えーえー、で、それを簡単に親指でコピペができる機能がついていて、えー、コピペするじゃないですか、えーはい それを他のアプリを立ち上げて今度は AI の翻訳アプリにぶち込むわけ,すわけですよね。でそれを今度は横でこう読みながら右手の方で検索をかけてえつまりなるほどサウジアラビアでは今まるまるそうかそんなニュースあったかなとか。あなる量っ使ってねそれいちいち画面を切り替えたりでしなくても2台あれば同時に進行できるから、ねうん。そうなんですね。だからまあ 今ね<ー>世界とつながろうと思えばつながれるけども、うん、やっぱり言語の壁ってこれまですごく高かったんですよね。それれがこう解消されたので、うんうん 余計にねやっぱりこういうのをデジタルネイティブのみんなは若い世代は当たり前のように駆使して使ってるのを見るともうね多分ね日本のニュースを聞いているだけでは満足できないだろうし日本のメディアの取材の日本発信っていうのはなんか多分もう世界の潮流つかみきれてないんじゃないかなっていう 危機感が同じメディアの同業としてやっぱあるんですよねなんかちょっと置いてかれるいる置いてけぼりな感じがすごいしちゃうけど <laughs> そうですよそうでもねあの今 TikTok とか SNS で動画がすごい回っているのは広島県の秋田方市の市長なんですよ、はい、石丸さんっていう市長が、うん 会見を開くんですけど、はい、地元のメディアと毎回バチバチ戦ってるんですよ。えー、市長の会見ですよ。えー、今日発表するのは三つです。一、えー、つ目、まるまる新聞さんの記事ですが、一言で言うと取材不足です。担当のアナウンス記者書面入ってますね。いますよね。見解があればどうぞとか言って。すごいですね。<laughs> すごい。でもねそれね通会それぐらいねやっぱり権力とはねバチバチ戦いながらメディア側も本当に。 必要な最新の情報の深いものを出していかないと。まあ、うん、ほんからね、対戦じゃ望めませんもんね。そうそう、で僕はそれはすごくね、なんか緊張感あっていいなと思って、見たりとかもしてますよね。<ー>はい。<ー>とかやってると、もうあちらこちらになんかチェックしたいものがいっぱいあって。時間がいくらあっても足りないっていう感じじゃないですか。 その言っている間もずーっと今ねって動いてますけどねほらほら青い水さん石丸市長の動画は本当に面白いえー、えー、恵比寿記者とバチバチやってるよねっていうこれはあの地元市のね記者さんなんですけど、えー、そうなんですよ記者とバチバチやってるなと思ったら「えーえー、あれまるさん」とかって、はい「次長のまるです」って上役が出てきたりとかして <laughs>、えー、<laughs> そうしたらまた市長がね挑発するんですよ「あ保護者の方は来たっていうことですか?」そんな言い方やめてください」とか言「いいかけやめません もうこのくだり一時間やってるんですよ。<laughs> どういうい、見に行きたいなと思ったら喜方市。<laughs> 何やってす,ごいですよ、ね。やりとりがもう。すごいですね。<laughs> 皆さんでもよくご存知ですね。さすが。そうですね。うん、あのその中でやっぱりつぶやかれているような方はね、やっぱりそういうところにね。すごくこうアンテナが張り巡らされている人なのかもしれないですよね。<laughs> <へー> <laughs> そう,そう、それなんか。ね、こちらの方にもご意見どんどんお寄せくださいませ。メールでもお待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコム。で、もちろん X でもね、どんどんつぶやいて。くだ ください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいさあこの後は内戦が続くスーダンイエメンと日本の政府安全保障能力強化支援という話題にズームしていきます日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです 内戦が続くスーダン・イエメンと日本の政府安全保障能力強化支援日本の安全保障戦略は今大きく変容しようとしています。 かつて武器輸出三原則と呼ばれた武器および武器技術の輸出に関しての取り決めが2014年4月から防衛装備移転三原則という新たな枠組みになり運用が始まりました。さらにに今年4月には他国のの軍への無償援助を可能とする OSA 政府安全保障能力強化支援が導入されましたがこの内容や課題などについてはあまり取り上げられることがなく浸透していません。今日はこのニュースにつきまして日本国際ボランティアセンター JVC の代表理事今井隆さんにお話を伺います。 今井さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はいえー、NGO の JVC の活動は以前から僕もあの同行させてもらったりとか。えー で最初に今井さんの話を聞くきっかけは当時今井さんがあのスーダンや南スーダンで活動を現地で駐在としてされていてまあ戦闘が始まってまあそこでまあ自衛隊も展開していた地域ですからえその時にその自衛隊がどのようなまあその行動をとるのかというのが日本国内でも注目されてましたところがまあ政治的な理由からあれは衝突であってその戦闘じゃないんだとか。 ただし非常にこう過酷な熾烈な現状が現場にあって現地からあの電話を結んで今井さんが伝えてくださって、はい。そ もう戦闘とか衝突とか言葉遊びをやめてほしいと現地の状況をしっかり見てほしいんだというのはお話もされていて、はい、でそのスーダンが今今年の4月から軍事衝突が発生して今最新の国連の発表を見ただけでも4,000人以上の死者さらには、えー、国内避難民が340万人国外へ逃れた難民の方が100万人超性暴力の被害は50%増加し、うん、食糧不足は630万人 がそれ以上に食糧不安が広が広る、えー、医療の現場も非常に厳しい、ね、支援はなかなか限られている、えー、そうした中 JVC の現地のスタッフの皆さんは支援を諦めないということでととか活動を継続しているといるう状況です、うんはい、今井さんなかなか、ね、思いを持って活動してきたスーダンが現状、はい、非常に厳しい様子そうですねあのいや今、堀さんがあのみんなおっしゃってくれたんですけれどもあの、まあ、国連がそのように報告しているように大変厳しい。 あの私たちハルツームという首都に事務所がありますけれどもそこの地域というのもまさにこう空爆が行われたり今も戦闘が行われている状態でもう全くまあほとんどの一般の住民の方はもちろん逃げていて私たちもその事務所は全く近づくことと言いますかまあハルツームに行くこともできないまあそういった状況にあって私たちのまあ日本人職員2名はですねあの日本に 退避して日本に戻って今おりますが、まあ、1人はあのまたポートスーダンに行ったんですが、えー、現地の,の JBC のスーダン中の方のスタッフも避難生活を送っているような、えー、そういった状況にありますね、はい、国連の職員をはじめ人道支援チームもあの殺害の対象になったりして<あ>まあ明らかな戦争犯罪なども行われているんですね。た、えーうん、ただそうしし中でななかなか何をしていいのやらと 途方に暮れそうになるんですけれども、それでもこの支援のチームが今お話しされていたように、退避してでもやはり支援を再開するんだということで、その糸口をつかもうとしている、まあ、日本国も実を言うと緊急援助という形で、まあ、岸田政権ではこれまでですね5月に4億円余り、6月に7億円余りの緊急無償資金協力というのを国連機関を通じてスーダンにということは表明しています。うん ただ、まあ、日本国のやはりそのあり方っていうのが、まあ、緊急援助のあり方がこれまで日本の外交だと思ってたんですけど今日のまあお話のテーマでもある OS A「OSA、うん」はいはい、どうも日本はそうした傷んだ地域に何かを無償援助する食料や資源をではなく武器も援助できるような国になるんだというのが 今大きな変化でそれに関して危機感を抱いていらっしゃる今井さんたちの声というのを今日聞きたいと思ってお話し,しましたいわゆる OSA という枠組みですよね。はいはい、これ何です,す、まあ、ODA というのは皆さん多くの方がご存知かと思いますけれども、まあ、名前は似ていて非,、まあ、非なるものというふうに、まあ、あの政府は外務省は言ってるんですが、まあ、OSA ・オフィシャルセキュリティー・アシスタンスという えーまあ、その略称ですけれども日本語でいうと政府安全保障能力強化支援というふうに、ねうんねまあ、ODA というのはあの、まあ、学校ですとか道路ですとか社会インフラとかいろんな、まあ、そういったものをです、ねまあ、あの支援する途上国に支援するようなものなんですけども、はい、OSA というのは、まあ、武器、まあ、これ政府はあの武器という言い方をしないで、まあ、先ほど最初に紹介されたその武器輸出 えー、三原則があった頃は武器というい、はい、呼び方をしていたんですが2014年に呼び方を巧妙に変えてですね武器ではなくて防衛装備品というような呼び方にしてこれ,これもこの変化に気づいていらっしゃる方 <laughs> どれぐらいいるかなって思うんですよ昔確かに教科書でも武器輸出三原則って習いましたけど今もう武器輸出三原則って言わなくなったんですこの防衛装備品まあ武器をですねあの 他の国に、まあ、途上国ということですけれどもそれにえ直接支援ができるような制度がまあこの OSA なんですね今までもあの自衛隊のまあ中古の機材というんですか、えー、それをあのまあフィリピンにあの中古の練習機を延長したりとかウクライナの,あの防弾チョッキとかも,もう同じ枠組みなんですけれどもそういうことはまあできたんですがこの OSA というのは全くこう新しいものをまあ現地政府が まま調達すする、まあ、お金は日本が払いますよ、まあ、その調達するというのも実際にはおそらく日本の防衛産業のその企業から買うんだろうと思いますけれどもそれを日本の政府がお金を出して日本のまあそういった防衛産業の企業が作ったものをまあ現地に送ると。 えいうようよな枠組みですね、うん、これまあ,あの背景には一つにはあの今ブリックス首脳会議開かれてますけどもいわゆるこう中国の海洋進出が盛んに言われている中 日本の外務省の説明などではいわゆるこう中東からエネルギーとかを日本国に輸入していく非常に重要な航路シー、うん、レーンとかを安全を守るためにもまあ協力できるいわゆる同志国とまあ日本がいう国々のまあ支援をする。その 支援のあり方として、まあ、ある意味こう安全保障上誤していくような関係を築くことでうん、うん、我々日本国の安定と、まあ、地域の安全というのに、まあ、コミットするんだというお話であれそういう国だったっけなって思う変化に関しては国会でもあまり深まった議論はされないまま制度は進んでいってるんですよね。そうですねあのー まあ同志国がどこかっていうね要するに同志国に対して支援するというのは要するに世界をですね同志国とそれから同志国ではない国に分けてそのまあ自分たちの陣営にどんどん引き込んでいくというか、まあ、そういったあのー 世界を分断していくような動きにつながって非常にこう、まあ、危険というか緊張を高めてです、ね、戦争にもつながると思うんですけれどもその点については何度も国会でも質問が出てるんですよ同志国とはどこかと。でそれでその、えー、政府の方は、まあ、あの岸田首相も林外務大臣も決して具体的な国については言わないん。 ですけれども目的を同じくする国という表現をするんですが明らかに新聞なんかみんなもうあの対中包囲網のためとか、まあ、そういった対中を意識してと書いているので明らかなんですけれども、まあ、そういった議論は国会でされてますけれどもただ手続き的にはこの OSA そのものが国会での承認とか法律ではないのでどん,どん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 その閣議決定という国会での承認を得ない形で進んでいるというような 状況が本当私も危機感持ってますね、はい、で既にあの先日今井さん方 NGO の皆さんが中心となって、まあ、外務省の,その担当の官僚の皆さんと対話をするっていうはい、はい、そうしたこう話し合いの場が、えー、議員会館の中で開かれて、はい、私も取材に行ったんですよ。 驚くべきことに、まあ、すでにその予算が20億円ぐらいついていてそのいわゆるこう同志国と日本が判定した国々に対してどういうまあ武器、まあ、防衛装備品のまあ援助ができるのかっていう調査はすでに始めているっていう話だったんですね。でそれらの国がいろいろこう上がってくると、まあ、名前としては例えばこうフィリピンであったりとかマレーシア。 であったりとか、バングラディッシュであったりとか、フィジーとかが、その国名としてすでに上がってるんです。うん、で、ただね、この中でも質問が出たのが。え、予算化してもう執行してんですかと。あれ、概算要求の時点で、これ O. S. A. でやりますって、明らかにしてましたっけ、うんって。いや、明らかにはしてませんと、特に、あの、何に使うかっていうことを明示しなくても、取れる予算の枠があるので。それを使用しましたっていうふうに外務省は言ってるんですね。まあ、事項要求っていうのものですね。はい あの金額を明示しなくてもまあこういったなんかざっくりとこういったことに使えますということで予算を取ったっったたてて言ってましたよね、はい、いやだからそれってまあメディアでもあんまり報道されてないばかりかまあ本来私たちはそういう重要な決定事項についてはもっと本当にこう深く知った上で、いでその道でいいのかなとか議論したいんですけどそもそもその概算要求で上げている時点でその具体的な詳細や中身が詰め切らないままただ獲得できるっていうのは結構これは制度的に。 外務省にあの情報開示の請求をですね国会議員の方とかあの、まあ、メディアの方とかもしていて、まあ、そこで出てきているものからするともう7 7月ぐらいですね昨年の7月ぐらいには結構、具体的な、まあ、この OSA の案を詰めていたわけです、外務省は。 でただあの、まあ、出てきた資料もでも具体的にどんな議論をして何を詰めていたかみんな黒塗りいわゆるのり弁で<ー>まあ黒黒になっているんですけどもただその時期に7月にやっていたことは分かるんですけれども<ー>で OSA があの私たちに、まあ、表にねこう出てきたのは12月の、まあ、安保三文書。 の国家安全保障戦略の中にそういったあのまあ無償の武器の支援をするまあ防衛装備品の支援をすると書いてあるんですけれども実際にはそれよりもはるか結構遡って7月ぐらいにはもう決めていてでその予算も事項要求という形でやっていてまあみんなもう決められたすでに決まってどんどんやってきたことをまあ随分後になったからまあ 公表いいうかそれみたいな形ですよね、えー、年末に発表された、まあ、安保3文書、うん、まあページ数でいうと3文書でまあ110ページ余りなんですね、えー、これまあ機会があればぜひ皆さん PDF で公開されているので一度目を通してみてはいかがでしょうかというのがご提案なんですけれども、まあ、そこにはやはりこう書いてあるんですよ、うん、いろいろ。うん、でいわゆる日本の防衛産業の魅力化 っていうのを進めていの進め自国での生産能力を高め、まあ、さらにはこの米軍が展開する時に、まあ、その大陸からの,、まあその戦力に対抗するために日本国内でも OEM 生産あのアメリカのまあ軍の部品を日本でも製造できるようなそうした制度も作っていきたいとかいろいろ書かれてるんです戦略が。 でそういうのを事前に見ていると「OSA」ついにここまで踏み込んで決定するんだとかわかるかもしれないんですけども残念ながらその議員会館で開かれたその対話の場僕が見た限りですけど、はい、テレビカメラ1台も来てないんです。<laughs> こんな重要な話なのにっていうか取材者としてはこんなに興味深い現場はにないのになんで来てないんだろうかっていうのはすごく不思議でしたこれはでもどうしてなんでしょうねいやどうしてなのかそうですね私に聞かれてももちろんマスコミ各社にはご連絡をしたりしてますけれどもなかなか。 っていうのもありますしそれからあまりにも矢継ぎ早というかそういったま安保3文書もそうですしそれからまあ前回の国会の中でもさまざまな、はい、あの入管法にせよ LGBTQ にせよえ問題法案というか重要法案が多すぎてですねマイナーバーカードもあり、うん、え追いつかないようなこともあるかもしれませんけれどもあのちょっとすみませんさっきの OSA の共用国の話でもう来年の 初年度は堀さんがおっしゃった4カ国ですけれども来年の共有国も発表される、まあ、発表じゃないですね政府は発表しないけれども、えー、マスコミがリークをしていてですね、えー、それはベトナムとかインドネシアとかがあるんですがジプチがあるん ですよ。ジブチ、さっきなんかお話しされてましたよね、はい。自衛隊の基地をはじめ、中国、えー、自民解放軍の基地や、えーえー、その他かの、まあ、国々の基地も集約されている場所ですよね、重要拠点だと言われてますが、えー、そうですよね、あのジブチは、あのまあ、ジブチの大使、日本国大使が、えー、初めてその元自衛隊員がですね、その大使になっているということで、非常になんというか、 日本が軍事拠点にしようとしているという感じがどうしてもこうしてしまうわけなんですけれどもで実際にジプチには過去 ODA、OSA ではなくて ODA で、まあ、その巡視船というか船ですね巡視船もまあ供与もしていますし、うん、あのそれから防災関係で自衛隊の機材も供与しているし、まあ、これでまた OSA ということで、えー、支援する中身はまだ分かりませんけれども支援して非常にこうジプチを拠点化してあの日本がですね えーまあ、軍事的な影響力を強めていくっていうことがなんか、すんのはっきり出てるなと思いますさん、ね、えー、こういう変化についてこう僕ら普段から感じ取れているかっていうとうなかなかやはりしっかり見ないと見えてこないんじゃないですかね。こう あのえって思ってる瞬間にねどん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 ことはきっと進んでるんでしょうしねそうなんですよね、まあ、確かに、うん、まあ安全保障環境で急激に変化はしていて、うん、もうこの間も自衛隊の元幹部の方々とお話をしていると、まあ、これから想定しなきゃいけないのはアメリカ軍の軍事力をしのぐ軍事力を持った中国が、まあ、世界の 安定や秩序を担っていくという時に我々のアライアンスっていうのはどういうありようがあるんだろうかとかそういうことは現実的に考えなきゃいけない海軍力を強化しているしとかあいつの間にとか思うんですけど確かにまあ周辺環境は変わっていってているんですよでもその時にですよ今日やっぱり今井さんにお伺いしたいのはこの道でいいのかっていうのは確認したいんですよ。 安全保障のジレンマのど真ん中にいてこっちが持つならあっちは持つあっちが持つならさらにこっちは持つっていう環境の中に今いて、うん、でもアフリカや中東やそれらの国々で支援に携わってきた今井さんたちから見たらきっとアメリカでもないヨーロッパでもない、はい、中国でもない、はいはい、日本の在り方っていうものがやはりこれまで築き上げてきたしんどいうの。そう 日本としての日本の信頼というのはこれは現,現,地に現地に行くとアフリカとか、まあ、特に中東に行くとすごく肌身で感じるんですよ。日本に対しては皆さんすごく信頼していてそれはそのまあアメリカを中心とする、まあ、そういった国は今まで介入を、ね、してきたりとか、まあ、軍事的なこともやってきたけれども日本はそうではないそうではないといっても後方支援とかしてたんですがでも、ね、そこまでやっていなくて日本はまあ信頼できると。だから まあ私たちのようなその人道支援とかをやる団体に対してもあなたたち日本から来た人は信頼できるとだからこの活動をあのやってもあ,のありがたいしあの来てくださいっいったことがあるんですけれどもまあそれがですねあの日本がこういった軍事的な支援をすると本当にあのまあなくなっていくだろうと思う危機感を持ってます。それとともう一つはその法律がこのの道でいいのかとおっっしゃってねその あっちが、あっちがって、まあまあ、つまり中国とかロシアとか朝鮮、民主主義人民共和国、北朝鮮がこんなに軍事的に強くやってきようとしてるから、自分たちもだっていうことで、武器を作っていくと、ですね一番でも、そのなんていうんですか、飛ばちるという言い方は変ですけれども、食うのは、そうではない国々に結構、武器が流れていくんですよ、今、世界はすごく武器の生産を増やしています。 でウクライナなんかもどんどん武器を、まあ、NATO の諸国は作って支援して、うんまあ、日本も支援をしようとしているんですけれども、うん、で最初の話をしたそのスーダンの話と、まあ、関係させるとですねやはりその戦争が起きてる、まあ、今日あのタイトルでイエメンも入ってますけれども、うん、そういった国でどうして紛争が続いているのかというと一つの理由、まあ、全部の理由じゃないですけど一つの理由はやはり武器が入ってくるから、うん、あるいはその資金が入ってくるからなんですよ。はいうん、でその武器はやっっぱりたくさん作ってる 国があるたくさん流通セーブするほど横流しとか、ね、第三国への提言とかあって、うん、それっていうのは非常にチェックするのが難しいので、うん、どうしても入ってくるわけですよねそこにアクセルを踏む側でいるのかそうではない道で傷んだ人たちを支え続ける国として信頼をつなぎ止めるのか、はい、やっぱり今大きく岐路に立たされてると思います。 ぜひあの現状を目を向けてもらえたらなと思って今井さんをお招きしましたありがとうございましたどうもありがとうございました今井貴樹さんにお越しいただきましたどうもありがとうございました日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです飯田浩司ですお聞きの内容は配信用に編集したものです 辛坊治郎ズーム、そこまで言うかは、月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。 ラ「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱいさらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画やえ辛坊さんが「夕刊富士」の記事を解説する「夕刊富士そこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエスト」など盛りだくさんぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。 8月22日火曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは堀潤ですこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊さん夏休みウィークのズームそこまで言うか今日は堀潤さんと一緒にお送りをしております、はい、ありがとうございますね、あの旧ツイッター X で, <laughs> りで、ね、やはりとりしながらの放送ですけれども <laughs>、はい、ハッシュテグをねつけてつぶやくと、うん、そうか すぐにリプライが来るのかと書いてあったんですけど、はい、ハッシュタグがついてないのも見てるんです。はい、僕は <laughs>、ね。すごいですよね。もはやおっかないですね。そんなのはね。<laughs> なんでですかっていう申し訳ないです。はい、いやでも喋りながらその両手にね <laughs> 持ってこうっていうのってなんかどっちかに気を取られちゃったりし,、はい、しそんなもんですけどね。いやなんかやっぱりさっきの、うん、うん決定のプロセスに参加するべきだ。 っって言って言るじゃないですか、ええええ、でもメディアこそいつも決まったことを一方的に聞けみたいな。うんはいはい で反論があるのは全部クレームみたいに遮断してきたのは僕は嫌だなと思ってたんで、うん、だからまあさっきいろんなねやっぱりこうお話ししてても、えー、この左翼がとかですねいっぱい来るわけですよ <laughs> まあいろんなご意見は、ね、<う>ありまけねでもそれも含めてみんなでこう場を開いて、うんはい、いやそうじゃないんじゃないのいやでもそうなんじゃないのっていうところが、まあ、我々民主主義国家の自由主義諸国のやっぱり一番の命なので、うんうん、やっぱりこうやってみんなで一緒にワイワイやるメディアっていうのはやっぱり いいですよね。ね、うん、リアルタイムでね、うん、こうあれやこれや言うっていう,、ね、う。せっかくできるようになったわけですからね、はい。はい、どんだけエゴサしてんねんっていうね。これが一人っ子パワーですよ。<laughs> 一人っ子パワーね。なるほど。なるほどですね。<laughs> <laughs> 勝手に傷つくみたいなね <laughs> ええー、見なきゃいいのにって言わで, <laughs> まあでもね<あ>見ないでいられないんですよね,ねそうですねはい。でね <laughs> メールでもこちらご紹介いたしますが神奈川県横浜市の51歳の正文さんですねあ,ありがとうございますで今年6月エビスで行われていたスーダンについての写真展を鑑賞させていただきましたあ,ありがとうございましんさん、ね、でこのスーダンについての写真展で 堀さんにお声をかけさせていただいたものですで、その時本当によく来ていただいてありがとうございましたと堀さんに言っていただきましたこちらこそその際は本当にありがとうございました <laughs> こちらこそありがとうございますでスーダン国内は青空の日が多いですよこの写真展をご覧になられている方々が日本国内で青空を見られた時はスーダンのことを思い出していただければ大変嬉しいと堀さんが当日お話しされていましたと ありがたいですねちょうどあの今、まあ、青い空の話があったんですけど、はい、2019年に独裁者を倒すためにスーダンの国民の皆さんが立ち上がったんですねでも絶対武器は持たないと武器を持ったら内戦になってしまうということで、うん、平和的デモを展開したんですがやっぱり700人から600人ぐらい殺害されたとも言われていてそれでも負けなかったのは当時「ハッシュタグブルーフォースーダン」っていうのを立ち上げて、はい、SNS で「世界の皆さん!」と。 スーダンの私たちと青空でつながってくださいっていう呼びかけをされていたんですね僕それ当時受け取って「はい、そうか!」って,て SNS のアイコンを青くして「うん、スーダンの皆さん日本から盲援してますよ」みたいなことを言ってたんですよで実際に、まあ、スーダン行ってみて空を見上げたら真っ青だったんですけど写真撮ってて子供たちの様子を見ていると子供たちの目が青いんですよえ,ー、えあれブルーの瞳だったかなと思って覗き込むと、うん、瞳の中に空が写ってるんですよ。 空の色だそれであ本当にこの子たちに青空が宿ってるんだなと思って、うん、当時、まあ、革命後だったんで非常にこう希望に満ちた現場の取材だったんですけれども残念ながら今内戦の中にあって、うん、その子どもたちが苦境にあえいでいるばかりか、うん、少年兵としてリクルートされているなどそういう情報も入ってきているので、うん、なんとか今こそもう一度あの時の瞳をみんなに見てもらえるように世界中が連帯したいなと。 いう思いで写真展を今度またやります。ね、大阪で。はい それがタタイトルになってるんですよねハッシュタグ「#ブルー4ースーダン」ということでねでこのご案内のはがき私もいただいたんですが大阪で明日23日から28日大阪難波駅近くのミニギャラリー8月30日から9月11日までは X ギャラリーということでねい,ただいてますけれども藤井、はい、フイルムさんの、はいえー、ギャラリーなんですけれども藤井、うん、フイルムギャラリーの皆さんもそうですね世界の情勢しっかり伝えたいですね。うん 全面協力しますよっっっててて言くださって、はい、その他プリントもですね今回あの真っ青の古典的な現像技術のブループリントっていうのがあるんですけど、えー、熊谷健太郎さんという現像師の方がそれを技術を持っていて、はい、ワークショップ形式で一緒にね手製でプリントしたんですよ。すで,、ね、でさらに世界報道写真展2020で、えー、日本人としては四十数年ぶりに対象を取った、はい、千葉康義さんのスーダン取材の写真も特別で ゲストとして<っ>オールスーダンでやりましょうっていうことで展示してありますので、はいうん、大阪難波駅前本当すぐ近くなんで足を運んでいただければなと思いますね。はい、この二つは同じフロア同じフロアなんですよ。あすね、あの前半があのコミュニティギャラリー、うん、ミニギャラリーで後半は X ギャラリーというまたより広いところで、うん、僕もですね七十点近くあの写真展示して、うん、映像もありますし、うんはい、あのー、日本 日だとなかなかスーダンのことを語る機会ないですけどスーダンに行くと日本のことを語ってくれる人たくさんいるんですよあ、そうなんですか、はい。キャプテン翼が大好きで 日本の技術でゴミの清掃システムをハルツームに入れたんですよ<ー>ジャイカとかが、はいうん、その時に子どもたちにゴミの習慣を、あのー、身につけてほしいなっていうことでゴミ収集者にキャプテンン翼ラッピングしたんですね<ー>そしたら子どもたちが「キャプテン翼に会いたい!」って言って、うん、ゴミを出すゴミ出しの習慣がだから日本に対してはすごいいろんな思いがあって。<laughs> 首都ハルツームにある日本語学科の大学の大学生と話したときに日本語は巧みでえ,ー、え日本の何が好きなのって言ったらお笑いって言ってお笑いまでえ何何見てんの M1 って言って M1、えー、誰が好きなの和牛って言ってなん、えー、でマガ、えー、面白いってねえ <laughs> <laughs> スーダンでスーダンでです和牛はいへえわからないもんですねそうなんですよだからスーダンに行くと日本のことをみんな話してくれるのに、うん、日本に帰ってきたらスーダンのことを話してくれる人がまだまだ限られてるの のでこういう片思いはねやめて、はい、今こそもう一度空で繋がりませんかとで写真はどれもこれもあの目が合う。 写真ばかりを今回展示します確かに今いただいたハガキの少年もじっとこう目が合いますけどこの少年も今はって考えると,とそうですね,ね<え>瞳の奥に空が映ってますでしょうぜひ皆さん一度会場で目を合わせていただければと思います、うん、ありがとうございますよろしくお願いしますさあご意見まだまだ五時半までねお待ちしておりますので <laughs> ズームアットマーク一二四二ドットコムエックスではハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしております。<laughs> 堀潤さんとお送りしている日本放送そこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。ブリックス首脳会議、今日から開催。中国、ロシア、インド、ブラジル、南アフリカで作るブリックスの首脳会議が、今日、南アフリカの最大都市、ヨハネスブルクで始まりました。今回の会議のテーマは、ブリックスとアフリカ、 相互協力による成長持続可能な開発包括的な多国間主義のためのパートナーシップとなっています開催はあさって十四日までですはい ブリックスというとかつてはね新興国の集まりという,、はいそ,うね、そういう文脈で語られることが多かったんですけど、うん、も,うもはや今世界を牽引する国々になりました<ー>、えー、ブリックスを改めて押さえておくとまあ国名の頭文字で呼んでるんですよね。ねうん、ブラジルロシアアインド中国南アフリカ、うんはい で今回南アルフリカが会場になってるんですけれどもちょっとスッタモンダがありましたよね、はい、あのプーチン大統領は、まあ、ウクライナで子供を誘拐するなどの罪で、うんえー、国際司法裁判所刑事裁判所の方が、まあ、国際指名手配をかけていたということですから、はい、南アフリカにプーチン大統領がもし来たら南アフリカとしては逮捕しなきゃいけないと。はい、と,ところが、まあ、これまでの「すったもんだ」の中で軍の関係者は我々は逮捕する権限はないとかですね 超法規的な措置を取るのではないかとかでもそしたらまあ国際社会から今度は南アフリカが非難されるぞとかえ来てほしくはないなというのが本音なのかなどいろいろ言われていたんですが最終的にまあビデオ会議でプーチン大統領は参加することになりましたでこのブリックスが今注目されている大きな理由というのは軍事面においても経済規模においても人口面においても貨幣の在り方についても これから大きく世界を変える新しい秩序が生まれるかもしれないからなんですね。すで、はい、に現在のブリックスだけで、あの世界の総面積の約二十六パーセント、総人口のうち約四十二パーセント、この五カ国だけで、はい、インド中国入って、ね、ちゃってますもんね。はい、えー、GDP 二千二十一年の合計でいうと世界の二十五パーセントで占めるということなんです。<ー>で今回のブリックスのさらなる注目は ここに入りたいという国が20カ国以上エントリーされていまして、うん、これは中国の呼びかけで2019年にブリックスはもうこの5カ国の枠組みだけではなくて拡大したらどうだということが提案がありまして、うんはい、あじゃあうちも入りたいですと手を挙げた国が多かったんですね。うん、まあ今回のブリックスにオブザーバー的な形で参加をしたいという国々はもうすでに40以上ありまして、うん、すごいアライアンスになろうとしているんですね。えーえー その中でも注目を集めているのが産油国なんですよ、はい、ブリックスにサウジアラビアとかアラブ首長国連邦とか。 その他バーレーンエジプトアルジェリアなどがブリックスに加盟する可能性が出てきたということでこのアラブ5か国だけで世界の原油市場の6割を占めるものなんですね。でもしこれらのすべてが加盟すると供給量でいうと90%を掌握できるということでこれ何が起きるかというとこれらの国々基本的な通貨はドルじゃないんですよね。 アラブの国ですからね、はい、ドルじゃないですよ、ええうん、ですからドル以外でエネルギーを決済するっていう市場が出来上がるということなんです<ー>そうすると今は世界の基軸通貨は米ドルですから、はい、まあ、そうなってきた時に主導権を握る中国人民元であったりとかもしくはブリックスの方で提案されているのは私たちの共通通貨を作ろうというような提案も出てきたりとかもしているんですね 今の世界のまあマネー資本主義を根幹から変えていくような新しい秩序が今回のブリックス首脳会議を経て生まれる可能性が出てきたということがまあニュースとしては大きななポイントなんですよね日本はどうするということです。あ日本はまあやはやりまあ米ドル とまあ、日本円ってそれぞれの、まあ、世界の基軸通貨の一つですけれども、うん、これまでのような形で世界の信用を得るのかどうかというのはちょっと分かんないですね。はい いいつまでもアメリカ中心に回っているとは限らない,っていううな限らないですね。うん、ただとは言っても最近中国の方では、まあ、不動産市場の崩壊など、はい、いろんなまあリスクが語られるようになりまして恒大、うんえー、という集団がですね、うん、まあ破産申請をしたりとか、ね、ちょっと経済についても、まあ、先行きがそんなに明るい状況ではないし。うん まあ,ある意味 GDP の,の伸び率でいうとまあとは言ってもアメリカ非常に堅調だったりとかもするのでそう簡単にまあガラッと直ちに変わるものではないかもしれないですけど長期的に見た時に日本国がまあどういうまあ国々と一緒にまあその貿易えそしてまあ同盟えを築いていくのかというのは大変大きなポイントなんです。でその時にさっき 前半出てきた、まあ、同志国と呼われるような枠組みを日本国としては活用したいと言ってるんだけれども同志国と仲良くするっていうことは同志国じゃないところとはやはりこう深い谷が生まれるっていうことでもあるのでその道で本当にいいのかっていうのは私たちはやっぱ問われてるんだと思うんですね。 昔だったらねいやそのあなたは反米なんですかみたいな一言で片付けられるけれども今はもうアメリカかアメリカじゃないかっていうことよりかは本当に多極化していてでその関係性をうまく使おうとしているのがロシアや中国のまた巧みなところなんですよ。た今回その多極化 多国これを掲げるんだ、うん、つまり世界は昔みたいに東西で二分されるものではないと、うん、皆さんのそれぞれの国益に鑑みていろんな局でつながり合いましょう多様性の時代なんですっていうのを中国やロシアが主張していて、うん、<laughs> なんかちょっとえって思うじゃないですか。 まあ実際にとはいってもアフリカでじゃあ何が起きているのかというとアフリカがね大陸があれだけ綺麗に直線のようにして分割されているのはかつてのまあ植民地支配のまあ結果ですよね植民地支配って誰がしていたのって上がるとイギリスやフランスやえそうした国々が上がってきますよね。今アフリカで次々とクーーデターが起きているのは かつての植民地支配、えー、その宗主国のパワーというのが独立した後もやはり影響が強くて、うん、私たちは独立したアフリカンとしての一つのまあアイデンティティを確立するんだと、うん、そのためにもうフランスはいらないもうイギリスはいらないもうオランダじゃないんだというそういうムーブメントが起きていく中で、うん、日本国だからできることはやっぱりあるんですよね。うん、西側じゃないい私たちは日本だだ共に歩もううっていう、はい、だからこそ今アフリカや中東 そして南米各国に目を向けてほしいなと思っていますズーンでしたお送りしているのは坂本龍一さんビューティーからチンサグの花です坂本龍一さんもこういう曲作られてるんで、ねはい、そうなんですね坂本龍一さんのソロアルバムで、うん、僕が小学生ぐらいの時にあの自分であの選んで買ったアルバムが<ー>このビューティーという で2000年代に入ってあのデジタルリマスターで少しあの綺麗にしてまた再リリースされてるんですけれども、はい、世界の民族音楽を、うん、あのいろいろ坂本龍一さんがアーティストの皆さんと一緒にコラボレーションしているという作品で<ー>まあそれで僕もいろんなこう国々のまあ文化に触れるまあ入り口をまあ見せていただいたという作品だったんですよね。沖縄民謡ままでってちょっと驚きましたけど、うん そうなんですよでも沖縄の,その歌を皆さん歌ってらっしゃるこのチームも実は言うと全く全然違う国の音階を見た時にあこれ私たちと一緒な共通するところあるよねっていうそういうエピソードもあったりとかやっぱり、ね、国とか、まあ、その政治とか経済とかっていうのはどうしてもどこかで反目し合って衝突するところもあると思いますけれどもこうやって本来つながれるという可能性をね 坂本龍一さん残してくれたなと思って。はい さあ堀潤さんとお送りしてきましたがそろそろねお別れの時間近くなってまいりました、えー、この後はですね本日本ソーシュアップナイトお送りします東京ドームから巨人対ヤクルト戦解説真中光さん実況は清水久志アナウンサーですで、明日の助っ人パーソナリティは小倉智明さんですゲストは明治大学教授の雲野本さんですさああと10秒ほどとなりました堀潤さん今日どうもありがとうございましたはいたくさんのコメントもいただきましたまたよろしくお願いしますしお願いいたします